食器どこだ。やったわ。やった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 。最悪。待って。マジかよ。アリちゃんクッキーどこですか。アリちゃん、いたいた。アリちゃんクッキーいた。こっちゃーまいこちゃんです。オレテイ。アリシャンクッキーってあるじゃないですか。今流行りのヘラヘラ三重師のアリシャンさんがまあ開発に携わったのかなっていうクッキーがめちゃくちゃ今流行ってて、もうオンライン販売でも販売開始から3分とかで売り切れるとか言って、俺も買おうと思ったんや。俺も買おうと思っても販売開始の12時とかにも携帯待機してもうこうやってバチコリ系したんすけど、なんとか再販の再販で買えたくらいマジで人気で、やっと手に入れたけど届くのが7月10日以降。待ってやるゴロレということでですね、今日は巨大アリシャンクッキーを作っていこうと思うんですけど、理解できました？ありがとうございます。ということで買ってきました。ということで今回の作戦会議なんですけど、うちにあるクッキーの型がこれしかなくて一番でかいの。そもそもアリちゃんクッキーって型とかに入れないんですけど、入れずにね、この天板の上にね、あの巨大な生地置いちゃったらもうぬわーんってなって、こんな真四角になっちゃうんで、このウルトラマンみたいにね。ということで今日この服着てるっていうのもあるんですけど、アリちゃんさんクッキーの1枚の約18倍の大きさのクッキーやらいきます。作戦では早速作っていきますか。レッツクッキング。はい、ということでまずアリシャンクッキーのレシピなんですけど、ヘラヘラ三十師さんのね公式 LINE にクッキーって送ったら教えてくれるらしくて、ちょっと打ってみますね。はい、クッキーと、よいしょ。なんかマスオ TV 出てきたんですけど、ちょ怖い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 。はい、マスオ TV でーす。はい、小麦粉とベーキングパウダーをなじませておくと。はい、やべ、はい、マスオ TV でーす。やかましいの。うまずこれ小麦粉と、うい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 、ベーキングパウダーね。よいしょ。これをねちょっとなじませるということで、なじませる仲良くなるんだよ。ということで、まあ時間が経てば二人も馴染んでくれるだろうということで、続いてチョコレートは刻んでおくで、チョコは大きめがいいということで、そうね、これねレシピ見た時に大きめでいいって書いてあって、そう、うちちょうどね大きめのダースチョコあるんですけど、これこんくらいの大きさでいいんですかね、大きめって。はい、ってことでね、いい感じの大きさにカットできたんで、砂糖とバターをミキサーでクリーム状になるまで混ぜると。大丈夫これ、ミキサー混ぜた時バターぶっ飛ばんやろ。あっ、はい、ってことでいい感じできたね。そしたら卵を混ぜると OK。 はーい、みんなおろす。バニラエッセンス、ぬんぬん。はい、そしたらあとは先ほどの小麦粉とベーキングパウダーを入れていくということで、ほら、さっきと比べてもらったら分かると思うんですけど、これベーキングパウダーと小麦粉、多分いい感じに馴染んでると思います。これをこの中に混ぜると。いっちゃってー。あ、危ない。ということでね、最後にチョコを入れていくんですけど、これなんか打点高めがいいらしいですね。こんくらいですかね、これ。やべ、ちょっと足りんな、これ。お、いいね、いいね。いきまーす。はい、オッケー。はい、ということでいい感じになったんで、これ型に詰めていきます。本来はね、まあ3センチの球体にするってことなんですけど、まあ僕はね、わけあってあの28センチの球体ということでね、やらさせてもらいますけど、いいね、いいね。あれ、よし、いい感じかな。はい、ということでね、まあ普通のアリシャンさんクッキーも作ろうということで、こっちも準備しました。はい、ということで、よいしょと、こっちも入れて、はい、じゃあいってらっしゃい。普通のサイズの方できました。おお、めっちゃうまそう。ってことで続きはまたちょっと生焼けっぽいんで、もうちょい焼いていきまーす。
おきゅはい、ということで、大きい方も焼けたっぽいんで、開けていきます。オープン！うおー重たい重たい！はい、ということで、いい感じに焼けたっぽいんで、あとはこれを、冷まします！うおえ、めっちゃいい感じじゃない？これほら。これが普通のアリシャンさんクッキーで、こちら、超巨大アリシャンさんクッキーなんやけど、これまんまやん、これ。巨大化したやつ。もうアリシャンさんでしかないもん、これ。アリシャンさんではないか。あれ？はい、ということで、できましたー！ということでね、こちらが今流行りの、巷で流行りのあの、アリシャンクッキーってことで、こんなにでかいんですね。まあ、まずは普通のアリシャンさんクッキーから食べてみたいと思います。本当にうまいですか？これ、いただきまーん。うまっ！甘くて美味しい。え？すげえ、これしっとりやわ。え？ 100 点じゃない？このしっとり具合。うまっ！あ、うめえわ！俺の食堂でアリシャンさん食べてるの分かります？これ。本物が届くの楽しみやわ、マジ。うまっ！うん。なんかね、外皮はサクサクやねん。でも、真ん中しっとりみたいな。これね、合わせ持っちゃってます。うん。あ、うまっ！ということで、ありがとうございました！じゃあちょっと巨大アリシャンクッキーいただきます。うわ、うまっ！やったー！あ、うまっ！え、なんかもう、アリシャンクッキーをそのまま大きくしたって感じ。あ、うめえわ、これも。なんかね、外がパウンドケーキっぽくなっちゃう、分厚すぎて。ここうめえ。この大きさでクッキー販売したら、なんか舞妓ちゃんクッキーとか言って、1個7万とかでね。いやいや、あれよ。これもちろん7万もね、値段つけるような、もちろん僕から絞ったバターとか小麦粉で作らさせてもらいますけど。うん。ということなんで、僕から絞った牛乳につけてみますか。うーわ、最高やから。ってことで、ね、ちょっと残りは、まだちょっと中が生っぽいところもあるんで、しっかり焼いて、ちょっとマネージャーさんに配りたいと思います。ってことでね、マジでこんなうまかったら、本物もっとうまいんやろうな。ちょっと楽しみですね。また届いたら感想とか言いたいと思います。ってことで、マスオ TV でした。バイバイ。はい、マスオ TV でーす。